株式会社クラフトは、レーシングカーや、レーシングエンジンなどを製作する企業である。代表取締役は、平岡久志道。社名はドイツ語の、クラフトから。1997年から2010年までは、レーシングチームとしても全日本 GT 選手権や、スーパー GT に参戦していた。1996年より、JGTC の GT300 クラスへ、 MR2 を買って参戦開始し、1997年以降はエントラントとしてもクラフトとして以来一貫してトヨタ軽車種を持ち込んでエントリーすることになる。1998年にはキャバリアを持ち込み佐藤組をレギュラードライバーに据え、第2戦の富士ラウンドには三原淳子がエントリーし、 女性ドライバーコンビの実現かと思われたが、ローリングラップ中の事故の発生で、レース中止となり、幻となった。翌1999年の参戦が、クラフトにとって大きな転機となる。すでに、日本市場での生産終了から10年以上が経過していた AE86 を改造し、レースマシンに仕立て上げてエントリーしたのである。テストには、関谷正則など、 当時のトップドライバーも参加して完成した。このマシンは当時のビデオオプションにてマシン制作の模様やレースレポートが随時取り上げられたこと、またチーム代表の平岡のキャラクターや86、人気なども相まって戦績は伴わなかったものの強烈なインパクトを残した。二千一年の途中まで十六で参戦の後、シーズン途中からはニューマシン MRS にチェンジし、 翌2002年には GT500 クラスへも参戦を開始。2003年からは GT500 クラスのみの参戦となる。2005年は2台体制。2006年は再び1台体制となり、エントラント名をトヨタチームクラフトに変更。タイヤはダンロップを使用。服部直樹のドライブでこの年、チームとして GT500 初勝利を挙げた。しかし2007年は、 テールエンダー常連となる大不振に陥り、2008年からはタイヤがブリジストンに変更され、トヨタ自動車よりサポートを受ける、いわゆるワークス体制となった。2011年からはレーシング部門を完全独立し、別法人として株式会社クラフトレーシングを設立。チーム代表は橋本義行へと変更となった。新体制下となった以降は、 ワークス車両を使用するチームの中でも特に若手ドライバーの育成を担うトヨタヤングドライバーズプログラムを担うチームとなりメインスポンサーにキーパーを迎えエントラント名をレクサスチームキーパークラフトへと変更して参戦した2013年1月4日に GT500 クラスへの参戦を断念することを明らかにし新たにチーム名をボンドスレイシングに変更した上で GT300 クラスに参戦することを発表した。車両は日産、GTR-GT3 に変更し、絶ンナンバーは7番を使用する。しかし同チームは、第2戦を最後に活動を休止、残されたマシーンはそれまで、アウディ R8 を走らせていたエープリルが引き継ぐことになった。レース活動を行わなくなった、株式会社クラフトは、一般車業務を中心に存続。 イムラや BPMR にワイズダンロップ、BPMR にワイズダンロップ BP、キャバリエトヨタカバリエ BP、クラフトトレのプロジェクトミュートレのプロジェクトミュー、MR、S プロジェクトミューエスペリアスープラ2002年から2003年まで参戦した。車種はトヨタスープラ。メインスポンサーはプロジェクトミュー。イエローハットはイムズスープラ2004年から2005年まで参戦した。車種は トヨタスープラ。メインスポンサーはイエローハット。バンダイダーザー SC430-2006 年に参戦した。車種はレクサス SC430。メインスポンサーはバンダイ。バンダイダンロップ SC430-2007 年マシン2007年に参戦した。車種はレクサス SC430。メインスポンサーはバンダイ。 鉱山クラフト SC430-2008 年に参戦した。車種はレクサス SC430。メインスポンサーは西酒造。クラフト SC430-2009 年より参戦。車種はレクサス SC430。メインスポンサーはなし。MJ クラフト SC430-2010 年より参戦。車種はレクサス SC430。 メインスポンサーは MJD、ステーションキーパー SC4302011 年より参戦。車種はレクサス SC430。メインスポンサーは D ステーション。キーパークラフト SC4302012 年より参戦。車種はレクサス SC430。メインスポンサーは前年のセミスポンサーだったキーパー。 ドライバーバンダイスープラ2005年のみ参戦。車種はトヨタスープラ。メインスポンサーはバンダイで、他にも、スミトモゴム工業、エスペリア、レカロ、エブロー、柴田、BP レブリカンツ、円形などがスポンサードしていた。ドライバー、ありがとうございます。